赤鉄鋼は酸化鉱物の一種。化学素性は FE 尿酸、結晶系は味方晶系。赤鉄鋼グループの鉱物。赤鉄鋼の形状は様々で、産状によって鏡鉄鋼、雲母鉄鋼、人造上赤鉄鋼、GC、アイアンローズ、マータイト、レインボーヘマタイト、および地タのヘマタイトと呼ばれるものがある。赤鉄鋼は、 地球上ではとてもありふれた鉱物で、特に上質の赤鉄鋼は、イングランド、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、およびアメリカ合衆国とカナダのスペリオルコで採取される。色は、黒から銀灰色、茶色から赤茶色の足赤色であるが、どれも常根色は赤錆色である。時々少量の二酸化チタンを含有する。赤鉄鋼は、モーリンテニー下では、 反響時勢で、それより高温では、反響時勢、または弱強時勢に、さらにネイル温度を超えると、常時勢に変化する。灰色の赤鉄鋼の層は、流れていない水があったかまたは光線だった場所、例えば、イエローストーンなどに多く見られる。この鉱物は、水中で沈殿し、湖、光線や、その他の流れていない水の底に層をなして集積する。水がない場合でも、 火山活動の結果として生成することもある。粘土レベルの大きさの赤鉄鉱の結晶は土壌の風化作用によって形成される二次鉱物としても生じる。他の酸化鉄、または針鉄鉱のような水酸化鉄とともに熱帯、古代、または高度に風化した土壌が赤色を呈する原因になっている。主要な鉄鉱石として採掘されている。赤鉄鉱の色は 顔料としてもよく用いられる。美的価値の高いものは宝石となりへ装飾品として加工される時には、しばしばブラックダイヤモンドとも呼ばれる。北海道の旧石器時代の2万年前の遺跡、柏第一遺跡の調査から、毛皮の着色料として赤鉄鋼が用いられたとみられ、カッ鉄鋼を摂氏300度程度の温度で焼いて、 赤鉄鋼にした可能性が指摘されており、赤鉄鋼を得るための一種の科学的技術が強用されていたと証拠とされる。直入り赤鉄鋼と呼ばれるものがある。赤鉄鋼は自然に産出されるが、直入り赤鉄鋼はバリウムフェライトという人工物。英語の A、ヘマタイトという名はベンガラのようにしばしば赤色であることからギリシア語の地に由来している。赤鉄鋼は ローマ神話の戦いの神、マルスの意志と言われ、勝利に導くと言われている。マルスは火星をも意味している。2004年に火星探査機オポチュニティが部分的、または大部分が赤鉄鋼でできていると思われる小さな玉を発見した。この玉は直径数ミリメートルで火星がまだ水で覆われていた数十億年前に水中で形成されたものだと考えられている。 ローバーは搭載した機器によって火星のメリディアに平原で見つかったその赤鉄鋼を分析した。